どうも、クリスのバス元気です。今日はセンターのシグネチャーバッシュだけどセンター以外も全然履けると思うエンビート1について解説していこうと思います。はい、エンビート1についての解説をしていこうと思います。まあ、エンビート1は、アンダーアーマーが出しているモデルで、セブンティーシクスターズのジュエルエンビートの、バッシュ第一作目ですね。アンダーアーマー史上初のシグネチャーバッシュはカリーだったんですけど、2人目に選んだのはジュエルエンビートということで、結構注目されたシグネチャーバッシュの一足でしたね。ジュエルエンビート自体は、いや、まあ、知らない人ももしかしたらいるかもしれないんで簡単に説明すると、まあ、シクスターズのセンター、エースセンターで、今 MVP 候補に選ばれてます。まあ、ちょっと怪我しちゃって今ちょっと離脱してるけど、すげえ活躍してる選手です。バスケを始めて4年、たった4年で NBA に入ってきた大物ですね。まあ、その後すぐ怪我しちゃったりして、なかなか思うようなキャリアを歩めなかったんですけど、今めちゃめちゃ活躍してるセンターですね。顔はまあかっこよくないし、はい。余計なこと言ったな。はい、でそのアンダーアーマーから出してるシグネチャーバッシュがエンビート1になりますね。現役選手で、唯一のセンターのシグネチャーバッシュっていうような感じです。他はもうガードとかフォワードが多いんですけど、センターはエンビート、アンダーアーマーので出してるエンビートだけですかね。昔はシャックとかもあったんですけど今はないですね。でエンビート1は簡単な特徴で言うと、まあ、そう、唯一のセンターシグネチャーバッシュのくせにあんまセンターっぽくないんですよ。センターだけが履けるバッシュっていう感じでもないです。でちょっと詳しく説明していきますか。まず履き心地に関しては、まず横幅がちょっと細めです。 EP モデルとかではないので横幅はちょっと細めです。ただめちゃめちゃ細いっていうわけではないけど、フリークとかそういうそれほど細いわけではないです。まあ、同じぐらい、まあ全然履ける人は多いと思います。で、ちょっとボテッとしたような感じなので、めちゃめちゃフィット感があるかっていうとそういうモデルではないですし、ある程度紐でも調整できるようなモデルになってます。次、グリップ力はこれちょっといいんですよ。ソール見てもらうとこんな感じのソールしてるんですけど、ナイキでもこれいいって言ったんですけど、このパターンのシューズは結構グリップ力がいいパターンが多いです。でこれも結構それでいいですね。まあ、アンダーマー今でシグネチャーですけど、カリエイトもめちゃめちゃグリップ力いいんですけど、それほどではないです。ただやっぱこれも間違いグリップ力は基本的にはいいですね。はい、次、クッション性はこれは、マイクロ G クッショニングっていうようなものを採用してて、アンダーアーマーので、これに関しては、一応アンダーアーマー的には反発性もすごいっていうような感じなんですけど、まあ、全体的ないろんなメーカーを見てた中のやつで言うと着地のサポート系のクッションです。僕の印象はめっちゃ飛べるってタイプのクッションはしてないですね。どちらかというと着地のサポートをしっかりしてくれるっていうタイプのクッションだと思ってます。地面との接地感はちょっとこれは厚底ですね。厚底なので地面との接地感はそんなないです。なんか一線のディフェンスにはそんな向いてないかなっていうような気がします。トップでの一線のディフェンスにはそんな向いてるタイプのシューズじゃないのかなと思いますね。適正ポジションの前にちょっと特徴で、もう一つ、つま先が結構反り上がってるのでめちゃめちゃ走りやすいです。もうこの前傾姿勢が維持しやすいっていうのと蹴り出しがすごくしやすい。でその蹴り出しの時のクッションが結構多分しやすいタイプが多分このマイクロ G クッショニングだと思うんですけど、結構だから走りやすいですね。まあ、一応センターのバッシュではあるので、センターの選手のバッシュであるので、ゴール下からゴール下までこの移動距離が長い選手はやっぱ使いやすいのかなと思いました。でかつ、着地のクッションがしっかりしてる、でグリップ力がいいっていう感じだったので、そんなにセンターだけが履けるタイプのバッシュ、もっとセンターだったら
もっとモテとしてると思ったんですけど、それよりは割とスタイリッシュな感じだったので、まあ、適正ポジションと合わせて話すと3から5ぐらいは全然いけるのかなっていうような印象があります。得意なプレースタイル、まあもちろんポストプレーしやすいですし、今言うとつま先上がってるのでドライブしやすいかなと思います。苦手とするプレースタイル、さっき言ったけど一線のディフェンスはちょっと苦手かなと思います。地面との接地感がないのでトップの一線のディフェンスはちょっとしにくいかなと思います。次、欠点はちょっと重いと思います。ちょっと重めですね、これは。だから厚底っていうこの2点ですね。だから厚底によるディフェンスの一線のディフェンスのしにくさと、ちょっと重いので気になる人は気になると思います。結構軽いタイプの選手にとっては、この重さはちょっと気になっちゃうと思います。ただ逆にしっかりある程度体がしっかりしてる選手には結構向いてるような重さをしてると思います。しっかり安定感があるので重いことによって、その低重心によるクッションがいいっていう感じだと思うのでおすすめです。外で使える使えないでいうと、基本はあんま使えないっていうか、まあ、使ってもいいけど消耗激しくなるよっていう、別に外用で作ってるわけではないです。女子受けするか知らないです。値段はこんな感じです。買えそうなお店、まあ、MS 東京にはありますし、どこだろう、アンダーマンを取り扱いしてアンダーマンのお店はありますね。アンダーマン、もしかしたらギャラリー2新宿とかもしかしたらあるかもしれないですね。でも渋谷のギャラリー2は確かあれがアンダーマンなかった気がするので、新宿は確かアンダーマンは取り扱ったので、もしかしたらあるかもしれないです。ちょっとごめんなさい、これはどのお店にあるかあんま把握してないです、ごめんなさい。展開サイズはまあ多分こんな感じで、アンダーマン公式はこんな感じで出してますね。あとアンダーマンの NB ドアはこんな感じのシューズになりました。はい、まあもし参考になれば、はい、履いてみたいという人の参考になればいいと思います。それ以外にもなんかこの場所の解説もしてほしいとかあったらコメント欄にお願いします。でまああと解説の仕方とか の改善とかも全然していきたいので、そういうのもアドバイスとかここもポイントで話してほしいとかあったら全然コメント欄にどしどしとお願いします。何でも適当に書いてください。はい、以上です。ありがとうございました。